県は新型コロナウイルスの感染者が新たに5人確認されたと発表しました金沢市片町地区の飲食店を対象とした一斉検査は今日で全ての検査結果が確定しました県は今日午前10時までに新型コロナの検査を545件実施し5人の陽性が判明しました濃厚接触者が2人 今のところ感染経路が分かっていない人が3人でしたおとといまで行われた金沢市の片町木倉町のスナックやバーなどの一斉検査は今日52件の結果が分かり全て陰性でした先月19日からの10日間で1230件の検査を行い陽性は2人でした